今日どこですかこれ。片倉です。もうサムネイルこれだな。このプリケツ。これあれじゃない、バスのなる木じゃないの。おい、どこ行ったんだ午前中いたやつら。うん、岬まであんまり言っちゃうとなんか擦れてあんまり靴使わなかったから、ここら辺から大切に出ないか。あ、でもあれめぐたさん、こっちのってこれよいしょ、やっぱバスだ。おお、ナイスナイス。うん。ああ、ケロムシが。わあ、ブラック。ケロムシブラック。回収。よいしょ。めぐたさん、ケロムシの夏が始まりましたよ。ケロムシブラック。新色ですよ。はい、ありがとう。釣れたルアーは、今年出た新色。ケロムシブラック。じゃあしばらくこれちょっと投げ込んでみたいと思います。これとかもバス、超ちっちゃい。うん、それもバス2匹。あ、岬に蝶行ったよ、軍団が。おお、いつの間に、うわ。言ってたけど気づかなかったから全く忘れられない。全然糸も走らない。何？いや、まあずれてはいないんだろうな。いや、なんかずれてるんだろうけど、それ合わせてたらいざでっかいのが食った時にやばいことになるからな。なんかトラブルから、まあ多分マス張りとかでかけに行ったら大体その手のやつは釣れてるんだろうけど、ウィードもあるしね。そうだね。絶妙なバランスでやってるからな、それで。ほんとひっそりメグタスファイトが始まってるからさ、もう気がついたら船の反対がぶっ飛んで終わってんで、何が起こったみたいに、ドバッシュっていう音が。
めぐたさん、この木の裏にいるの。だから怖くて、よし、いや先に俺が釣っちゃったけど、まあこれは見えてなかった。これと同じかこれよりでかいのが、あ、まだいる、あの木の下にいるんだよ、あの斜めに入ってる木の下2匹いる。姉さん、ケロモシブラック2匹目来ましたよ。やった。もうちょっと釣れるんで頑張ってください。あれな、釣れるな、どうやったら釣れっかな。ありがとう。ちょっと真面目な食わせのリグでやってみますか。ほら、出たぞ。虫ですよ、虫。ケロ虫。ブラック。ケロ虫デーだね。姉さん、ケロ虫ブラックですよ、今日は。真っ白でもいいと思うんだけど。ちょっといいサイズが食ってくれるから、いいとこかかっとる。ありがとう。おお。俺釣っちゃったけど。すいません。私うまいんで。あぶいね。まあいいんじゃない？いいと思うよ。ケロムシに自信をつけるために引き続きラスイチを投入します。ケロムシくん、言い残すことありますか？あと2個だった。じゃあ今日の給料でこの伝説のケロムシブラックを1個あげますんで。本当にやった。ちょっと今度使ってみてください。はい、白じゃないなって気分の時にぜひ。黒も嫌わないで使ってやってください。茶色もあるし、ピンクもあるし、黄色も持ってますよ。これから黒ですから。そうですか。見えづらいけどね、まあ今日反応は良かった。新色ブラック。思ったより可愛い。でしょ？でしょ？なんかキョロっとしてていいしょ、黒も。釣り具屋で見かけたら嫌わないで買ってあげてください。気づかなかった黒があるから。俺も全然気づかなくて、でブルフラットお一人様1個だから、翌日買いに、もう一回翌日買いに行ったら、あれこれ新色じゃねえと思って、ピンクとかもあったけど。ある珍しいなって思って、うん、白を追加購入したんですよ。もしかしたら黒は結構人気だから売り切れちゃってたかもしれないけどね。ぜひ。色はちょっと必要かな。ね、ちょっとピンクかなんか頭にちょっと色つけてね。まあ、とにかく片倉1日ガイドお疲れ様でした。はい、おかげさんで気持ちよく釣ることできましたんでね。またちょっと。いや、雑ガイドすぎるでしょ。いやいやいや、いっぱい釣れたんで間違いないかったと。ブラックで？いや全体的にね、全体的にね。またちょっとチャンスがあったらよろしくお願いいたします。はい。お疲れ様でした。